日本では最低時給を上げる流れですが、僕は雇用の流動性を確保した上で最低時給を下げた方がいいと思います。ひろゆきさんどう思いますか。それ最低時給を下げる必要までは思わないんですけど、最低時給を上げたとして底辺の人の給料は増えないと思うんですよね。でもその、みんな最低時給で働いてますっていう会社が、じゃあ最低時給、例えばじゃあ最低時給700円で働いてますっていう会社が、じゃあ法律によって最低時給が1200円になりましたって言った時って、みんなが給料1200円になるんじゃなくて、その会社が潰れるなんですよ。要はその、まあ、700円で働かして経営者がすげえボロ儲けしてますっていうのって稀有なところで、大体ギリギリなんですよ。だってお金払えないから最低時給なんだもん。なのでそのこれ以上払わなきゃいけませんっていうと会社が回りませんから解散ってなって、その最低時給が上がったせいで給料上がるよねって思ってたら、待ってたのは単にクビになって仕事にあぶれるっていう。で例えばそのひげおやじさんみたいなすげえ無能で時給800円ぐらいの仕事しかできない人っていうのがいたとするじゃないですか。どう頑張っても時給800円ぐらいの仕事しかできない。頭も悪いし、その不細工だから営業とかできないし、でなんかあのにちゃにちゃこう口に音出しながら喋るから、なんかその人前に出すわけにもいかないしみたいな、で汚いおっさんのひげおやじさんっていうの僕の友達にいるんですけど、でその人がどう頑張っても時給800円の仕事しかできないとしたら、じゃあ最低時給1500円ですっていう会社しか世の中に存在しなくなると、どの面接に行ってもひげおやじさんは受からないんですよ。その800円ぐらいの仕事だったら上げられたんだけど、800円の仕事っていうのはうちの会社は出せません、1500円以上稼げる人じゃないとうちは雇えませんってなっちゃうんですよ。なので無能の人っていうのがひたすら面接をしてクビになるっていうのをやり続けるので、相当きつい社会になりますよ、ひげおやじさん。はい。